パインドーン駅とは、ロングアイランド鉄道の本線にある、小さな駅である。ニューヨーク州、メルビルの南部にある、サフォーク群道3号線との踏切の東側、ロングアイランドアベニューに位置する。パインドーン駅は、当初2つの異なる駅舎を有しており、どちらも歴史を持っていた。どちらもパインドーン墓地、ウェルウッド墓地及び付近にある、その他の墓地に便宜を与えるために設置された。 最初の駅はフラグストップとしてメルビルという名前で1895年にウェルウッドアベニューの南東の角に開業した。この名前は1897年まで続いた。その時からそれはパインドーン A、パインドーンと名付けられ、1899年に最終的にパインドーンとなった。二つ目の駅は1915年に建設され、1925年に ウェルウッドアベニューの南東側に移動された。それは1979年6月に再度、改築されたが、シェルターとしてだけであった。ロングアイランド鉄道の本線のロンコンコマ駅までの電化の一環としてほとんど廃止されていたにもかかわらず、ワイアン団地ン駅、ブレントウッド駅と同様に、この駅は、オーウェン・ジョンソン上院議員とパトリック・ハルピン。 衆議会会員議員による超党派の取り組みの一部として存続され、1986年に高床式ホームが設置された。この駅は有効町2両の短式ホーム一面を線路の南側、駅舎の東側に有し、到着する列車の生端の2両の乗客だけがホームを利用できる。本線はこの場所では一線である。掘った手小屋ほどの大きさの駅が存在するにもかかわらず、 より成功な駅が1904年8月30日にウェルウッドアベニューの向こう側に建設された。この駅は高い時計台、墓地の事務所、礼拝堂、装飾的な切符売り場をメインロビーに有していたが、一度も一般の人々によって使用されることがなかったと広く信じられている。パインドーン墓地駅は墓地の中にある会社のために営業し続けたが、 1928年4月に消失した。前日の通り、ロングアイランド鉄道が電化を始めていたとき、駅の壁は1960年当時も建っており、駅へのアーチ型の入り口は1985年までそのまま残っていた。プラットホーム、ありがとうございます。